堺筋本町駅は大阪府大阪市中央区船場中央一丁目にある大阪市高速電気軌道の駅。堺筋線と中央線の2路線が乗り入れる。駅番号は中央線が C17、堺筋線が K15。中央線は島式1面2線ホーム、堺筋線は相対式2面2線ホームを有する地下駅である。ただし中央線ホームは 中央台通沿いに船場センタービルの地下階が立地しているため、島式ホームとはいえ一番線と二番線がやや離れており、この間隔は隣の本町駅まで続いている。谷町四丁目駅よりホームからの上下線の行き来は比較的容易であるが、本町駅よりのホームからは階段を登らなければならない。 堺井筋線ホーム天下茶屋駅寄りの一つ下のフロアに中央線ホームがあり、中央線ホームからは本町駅寄りの階段で連絡している。改札口は堺井筋線の両ホームにそれぞれ3カ所ずつ加えて中央線ホームの谷町4丁目駅寄りに1カ所が設置されている。中央線ホームの両端に便所がある。便所は 北海卒害の地下2階上下線連絡通路にもある。当駅は、堺筋、本町管区駅に所属しており、同管区駅長により、当駅及び北浜駅を管轄されている。2011年9月末に、船場ブランド復権を願う市民の要望を受け、駅名表に、船場東が副名称として追加された。なお、隣の本町駅にも、 船場西が副名称として追加されている。2020年11月10日の1日、乗降人員は9万4776人である。大阪メトロの全107駅中第10位である。15出入り口付近。ありがとうございます。